役,役から得たたこと3つつお願いいたします 1> 1つはやっぱり一人一人制服やスーツの色はねレッドイエローって違うけどみんなが一つの体になってそれで一人じゃできないことをどんどんみんなで突き進んでいけるっていう団結力の大切さもありますし2つ目は。 やっぱりその味方にも仲間にもそして敵にもみんな事情があってみんな戦う理由があるんですよだから勝ったやった勝利だっていう風にに何かもろ手を上げて喜ぶ前にどうして勝てたんだろうとかこれからどうなるんだろうっていう背景を見る大切さもこれからは必要なんじゃないかなって思います。これ一番大事なんですけど3つ目は 変身・変形の最中は絶対に攻撃してはいけないというフェアプレーの大切,さですね大切です、ね、それでごめんねレッドいや本当に私にもね事情があったの戦う事情があってしょうがなかったのごめんねそのフェアさがなかったら、はい、やっぱり視聴者って入ってこないと思うんですよ、うんうん、強くなった強くなったじゃあどうなるんだっていうのに引き込まれてほしいなって思います、はいうん